サールイコールユニオン、またはサルニオンは、フランス、グランテスト地域圏、バイコールラン圏のコミューン。自然区分上の地方である、アルザス・ボシュに属する。1794年、サールイコールユニオンは、ザールガー・リョガンにあるブケノム、ビルヌーブとサール・ベルダンの2つのコミューンが合併して、誕生した。国民公開時代の名は、サールイコールユニオンであった。 第一次世界大戦後にフランス語の綴りに改められ、現在の名となった。最後のザール・ベルダン北が死んだ時、ブケノムはメイルス伯爵の報道、その後ルター派の狩領でこの地に信教を導入することになる、ナッサウザールブリュッケン家の領土として与えられた。1629年に、ロレーヌ公フランソワ2世が町を占領した時、彼は町のカトリック信仰を復活させている。 30年戦争は恐るべき後輩と絶え間ない軍の侵攻で地方全体が疲弊した。サールイコールユニオンの城も破壊された。1697年にブケノムもサールベルダンもロレーヌ公領に組み込まれ、ナッサウザールブリュッケン系は新たな本拠地としてビルヌーブとサールベルダンを建設した。最後のロレーヌ公、スタニスワフ・レシチニスキが百六十六年に 死ぬと、ブケノムは、フランス領となった。ナッサウザールブリュッケン公爵、ルートビヒの失策によって、ビルヌーブ、ドサールベルダンもフランスに併合された。宗教上の理由から、1793年2月14日に、この地域は、バラン県ンとなった。参照元、INSEE。ありがとうございます。